河村正一郎の作品です。幕富士を作詞、河村正一郎作曲、氷紋、女性合唱とピアノと朗読のための構成。合唱は宇藤女性合唱団、指揮辻村聖子、ピアノ浜田由香、朗読は作曲者の河村正一郎で演奏いたします。津軽を訪れるなら真冬がいい。深夜ろうそくを灯し、窓に張り付く霜の世界を覗き込めば、たちまち幻想の国へ誘い込まれる。声のない叫び、形のない肖像、封印された闇の中で密かに育った思い。ああ、それは音もなく凍った真夜中の透明なガラスの肌に、白い珊瑚礁のように変幻していく。鳥獣一声、冷めた空に記憶の白い蝶散らす。氷紋の凍った炎に浮かぶのは、飛び散った羽、きらめく鱗粉。ああ、それは記憶の波間に揺らめき動く結ばぬ恋の悲しみが、白く凍った姿だろうか。
無明の思いを消すために唇を寄せて立ちすくむと、吐息を浴びて凍った肌は涙を流す。ああ、雪国では麻薬はいらぬ。降りしきる雪の中に身をさらすと、一切の悲しみはたちまち甘美な乳色のもやに包み込まれる。